3月をもってセクシーゾーン、現タイムルずつ、お離れソロとして活動している中島健と、30がシンガーソングライター北に達也とユニットジェムン、ジェムを結成し、4日に CD シングル、ファタールをリリースした。人気アニメ、推しの子、第2期のオープニングテーマ曲で期待されていたが、写真、恋人のワシオレナヤクルト戦でノーバン始球式。 ファタールを作詞作曲した北にはアニメ、呪術界旋回曲、玉節のオープニングテーマ曲、青の住処を大ヒットさせた人気シンガーソングライター。また、推しの子、第1期のオープニング曲は大ヒットした夜遊びの、アイドルとあって、ファタールにかかる期待も大きかった。しかし蓋を開けると、初日のオリコンデイリーランキングは3位。約1万4000枚の売り上げだった。 音楽関係者はそもそもアニメが好きで見ている層は、テーマ曲が気に入っても CD シングルを買って聞くという行動はあまり取りません。配信などで聞くので、CD のセールスに結びつかなかったのではないかと分析しつつ、それでも中島のファンが動けば、もうちょっといい数字が出ていたと思いますとした。数多くいた中島ファンが動かなかった理由の一つが、 グループ脱退前にあった元 E-Girls のワシオ・レナとの熱愛報道だ。昨年、二人でバチカン四国に旅行したと報じられた。かつて中島は雑誌で、特別な人と新婚旅行でバチカン四国に行くと話していただけに、ワシオとの旅行先を見てファンは騒然となった。前で関係者は、大事な人の存在が分かったことで、ファン離れは深刻でした。 だからこそ CD を買って盛り上げようという動きにはならなかったのだと思いますと明かした。